んにちは、トルーパーズの山中です。今日はロスコのアーミースウェットパンツグレー、こちらを紹介させていただきます。まずは着用した時にこちら左もものところにアーミーのロゴが縦で入っている仕様になります。で、裾、足首のところはこのように伸縮式になっております。で、ウエストなんですが、こちらこのようにこちらも伸び縮みして、一応おへその部分でこのように紐があるので締め込んで、ずるって落ちないで済むかと思います。中学校とかだとよく友達に後ろからズバッと脱がされるやつ、それもしっかりね、紐で対策が取れるかと思います、ね、やめろよっていうやつ。で、材質は一応 60% コットンの 40% ポリで、裏生地がこのようにフリース製になっているので保温性も高いかと思います。まあ、そんな感じのトレーニングウェアですかね。で、こちら今回取り扱うにあたって、サイズ表記が一応まあ US での XS、S、M、L、XL っていう表記なんですけど、このじゃあ具体的に何センチから何センチなのっていうと、ね、このやっぱ悲しいことに、これはメーカーを責めるわけでは全然ないんですが、こういったものっていうのはこういった伸縮式のやつね、インナーのゴムが入ってるやつ、トレーナーなんかもそうですよね。ここのところがちょっと伸縮性のあるやつ、それのこうきつさっていうのが時々ちょっとずれてたりするんですね。だから右と左でこう、なんていうかな、ちょっときつい、こっちはダボダボになっちゃったとか、そういうこともちょっと、まあ、15年ぐらい前に扱った時の経験ですけど、あったので、今回はちょっとサイズ表記どうしようということで、一応これこういうのを用意しまして、ここが0で、ここが 40センチと、なので、US の S サイズ、こちら S なんですけど、S サイズっていうと大体こう BDU や、他の、軍への納入しているメーカーの洋服の規格では S サイズイコールウエスト78センチまで大体ね、ということなのですよ。なので、じゃあこれを0から40センチっていうとここかな、なるほどね、でも伸びると、伸ばすとこんな感じで50センチもちょっと超えちゃうよっていうぐらい伸ばせます。で、まあ40センチだから、ウエスト約80センチの人が履くと、まあ、こんな感じの伸縮度、ですね。で、もう一つちょっと M サイズも用意しましたので、同じように測ってみたいと思います。 M サイズというのはだいたいこうウエストでいうと US で約88センチまでだよ、 S サイズより約10センチ大きいよと、だからだいたい78センチから88センチのウエストだよっていう人は M サイズ US でいうと、といううちの企画でやって、うちというかな、まあ、US の企画で販売してます。ここが40センチね。それで、ここが50センチか。だから、88センチだから、45センチぐらいまでいけばいいんじゃないですかと。バンと。あ、なるほど。このように、約、10センチぐらい。10センチもいかない感じ。伸ばすと、だいたい88センチ。で、それ以上、よいしょってやろうとすると、大体まあ105センチぐらいまで伸びますかね、はあ、マックス、かける2で計算してますから、まあ、そんな感じで US の M サイズは、まあ、大体78から88までよと。で、 US の S サイズになると、大体こう68センチから78センチの人、ウエストでいうと、が S サイズがいいんじゃないですかと。で、まあ、あとはこういったやっぱり素材の、材質商品なので、
どうしても着心地に関してはどうしてもそればっかりはちょっと申し訳ないと、なんていうかな、ご来店できればご試着は可能ですという程度でございます。はい、まあ、L サイズ XL なんかも同様に10センチ刻みで、一応 L サイズが、ウエスト約88から98まで、で XL になるとウエスト約98から108センチまでっていう目安になっております。ということで今回はロスコ社のアーミースウェットパンツグレー、こちらを紹介させていただきました。下の方にリンク貼っておきますので、よかったら検討の方よろしくお願いいたします。以上、最後まで見ていただいてありがとうございました。